弁屋のシュウマイを開けてみたいと思います。十日軒さんのシュウマイですね。12個入りです。うん、美味しそう。ナイフも入ってますね。からしと醤油でね、食べるんだね。あ、ちょっと持ち運んだので1個ひっくり返っちゃってますけど、こんな感じで崎陽軒のシューマイと同じぐらいの大きさかな。どっちが美味しいのか、これは楽しみですね。はい、以上です。